波佐見町にあるパンクラブさんです。東京、横浜でパン修行したオーナーが地元の声に押されオープンしたお店です。店内の陳列棚には常時20種類のパンが並び、15時ぐらいまでは焼きたてが出ます。その後はなくなり次第閉店になります。コアラのマーチにジャムにクッキーにビスケットにハム卵サンド。パンが少なくてちょっと寂しいですね。美味しいへのこだわりを追求し、美味しいパンを作るために美味しい材料ばかりを集め作られた美味しいパンが並びます。中でももちもちの食パンは人気商品です。バズマーケットさんです。一見すると普通の自販機ですが、コストコのドリンクとイケアのお菓子が販売されてます。イケアは九州1店舗のみ、福岡県新宮町にあります。ここからなら車で3時間はかかります。3時間かけなくてもイケアのお菓子が食べれますよ。コストコは九州3店舗あります。一番近いのは福岡県久山町になります。ここからなら車で3時間はかかります。車で3時間かけなくてもコストコの大人気のミネラルウォーターが買えます。1種類だけですが、コストコだとしても600ミリリットルで60円は安い。こちらはコストコ商品やアメリカン雑貨や輸入雑貨や韓国のお菓子や食品を売られてます。こちらには県内最大の茶どころ東そのぎのそのぎ茶のオンリー自販機があります。スポーツドリンクとコーヒーがちょっと混ざってる。それはご愛嬌ということで。専用自販機は現在3カ所に設置。 SNS に取り上げられるなどインパクトと PR 効果は抜群。美味しいお茶を広く知ってもらいたいという郷土愛は感じますが、商品の選択肢は少ないですね。千綿駅です。青春18切符のポスターに使われ有名になった駅です。千綿駅については別編、海に近い駅ぶらり旅にも出てきます。そちらもぜひご覧ください。うわ、なんだいきなり派手なコカ・コーラ自販機だ。長崎県のベストショット写真の絵が描かれた茶色いカバン風のコカ・コーラの自販機です。写真を見てるだけでも楽しいですね。旅行してる気分になれますね。なぜに千綿駅にあるのか、なぜにこんなに派手なのかは残念ながらわかりませんでした。千綿駅は九州でも有名な海に近い駅としても知られてます。ホームからは柵一つなく目の前は海です。このホームから見る夕日は格別です。非電化区間のためディーゼル車両が走ります。佐世保と長崎をつなぐ JR 大村線になります。昭和3年に開業、平成5年に駅舎を改築。でもレトロな雰囲気が素敵な駅舎ですね。川棚海水浴場の近くにある野中の卵さんです。こちらの卵は味が濃厚、産みたてで新鮮。なんと卵黄を指でつかめます。鶏が元気だから卵が美味しいのです。をコンセプトに30種類の飼育原料を使った餌を食べてる鶏が元気に卵を産んでくれてます。近くには養鶏場と直売所があります。こちらが養鶏場、鶏さんたちが元気に育ってます。こちらが直売所、直売所が閉まっていても自販機で24時間いつでも卵は買えます。卵の自販機は佐賀編でも出てきました。ぜひそちらもご覧ください。あれ、工事中だ。隣になんかできてる。道の駅そのぎの総さんです。そのぎインター近くにあります。あれ、この干し柿と柚子とコーヒーの洋館、どっかで見たことあるな。佐賀編の洋館自販機設置店、小城市の桜月堂さんの洋館でした。出たい、世の中を茶化す茶箱の自販機ですね。今回は本物の自販機、いえ、こちらは佐世保編同様陳列重機です。ボタンも絵、コイント入り口も絵です。こちらの陳列重機から商品を取りレジにてお会計になります。タバコの容器にお茶のスティックパウダーが入ってます。アイスでもホットでもいけますよ。本物なら嬉しかったんですが、佐世保編と全く同じ陳列重機でした。茶化されましたね。ちなみに昔は捕鯨も盛んに行われていた町です。